味ない？もちろんある。詳細を聞かせてくれ。最近ヘルメス以外に友達いないなとか、もっと人に心を開かなきゃとか思うようになって、それでポッドキャストを始めることにしたんだ。毎回お化けが犯人じゃなきゃ絶対不可能な事件を取り上げる番組にしたいなって。でタイトルはミステリアスリア。なるほど。名称からして理解不能にすることで謎を連想させているんだな。多分パクリって言われるよりマシなので、プロメティアの事件を解決するのを手伝ってほしいんだ。ポッドキャストの出演者としてね。まずはエスカトンローでローレライと合流して。獲物の血で渇きを癒すがいい。
私に何かあったら別のシールドを使うの？誰よ。プロメティアのレジスタンスメンバーローレライにお話を伺います。そのイケてる髪型とジャケットはエスプレッソ4杯分みたいにガツンとした渋みがあります。何言ってんだか、最近の若い子は何でもすぐポッドキャストだからね。ボルトハンターもなんで付き合ってんの？事件捜査という概念に惹かれるものを感じた。殺しの技を磨けそうな気がする。なるほどね。まあいいか、こっち来て。実はエスカトンローにマリワンに潜入させてた優秀なスパイをかくまってたんだ。なんで過去形かっていうと、部屋で死んでるのが見つかったから。マリワンにバレたんだろうけど、でもどうして？それらしい痕跡はなし、偽装工作は完璧だった。犯人は多分信頼されてたやつだ。うん。で、事件で起きた怪奇現象については？ただの殺人で、怪奇現象なんてないって。どうかな、気づいてないだけかもよ。顔を脱いでそれで殴り殺すのはどう？面白いと思うな。何か手がかりが残されてないか調べてみて。ああ、現場はここだよ。匂いで分かったのか？誰かと分け合うほどの量はない。被害者には客をもてなす予定はなかった。これが何のためにあるのかよくわからないが、説明しようとしたら刺し殺す。他の場所を探そう。ハリウッドは貴重品を無視している。被害者だけが標的だった。追い詰められた被害者は反撃した。熟練の狩人なら予期できたはずだが、雑な狩りだ。こいぞ。警報が鳴らなかったということは、玄関から侵入したわけではない。被害者が招き入れない限り。何か分かった？この狩人は獲物だけが狙いだったようだ。獲物が自宅で油断するのを待って襲いかかった。絶対幽霊の仕業だよ。殺した後、壁をすり抜けて出たんだ。あのね、生きた人間が裏手の窓から出てったって可能性もあるだろ。そっか、外に手がかりがあるかも。裏路地を調べてみて、目撃者を探そう。私の町から出ていけ。
貧相な人生にふさわしい。近くで殺人に関連しそうな出来事は起きていないだろうか。ああ、そういえば物音がしたな。乱闘っぽい音がして、それから何か呪文みたいのが聞こえて、で、誰かがあっちに走ってった。今の聞いた？呪文だって！絶対超常的な殺人だよ！殺人者がここを通ったらしいが、見たか。あっちに走ってったやつがいたよ。血まみれだった。全身赤いアーマーだから一見わからないけど、血だったのは間違いない。クリムゾンとクレナイの違いっていうのかな。それに味だって違うんだ。うーわ、この目撃者だけでワンコーナーできそう。でも赤いアーマーってことはまさかアトラスの兵士？ありえない。仲間を殺す理由なんてないだろう。そうだ、装備を盗んだんじゃないか。これはいい手がかりかもよ、ボルト。あんた追わないと。狩りの本能に従え。アトラスのバックパックだ。あ、くそ。重要な手がかりかもしれないから回収してくれる？貸して。アトラスの装備は都市内の追跡システムにつながってるんだ。シリアルナンバーを調べればアーマーと犯人の現在地が分かるかもしれない。これは事件の突破口だね。果たして科学は正義を欺こうとする超自然的な力に勝てるのか。うわ、チルドレン・オブ・ボルトだらけだね。殺人お化けはどうやって通ったんだろう。あ、もしかして悪魔と契約したとか。冒険なんてもうよくない。今夜は家でドラマでも見ましょう。ワンスタートゥーリブを82シーズン全部持ってるから。ちょっと、もう終わりなの？
しき者よ。いつまでここにいる気なんだろう。こっちだよ、ついてきて。犯人がアトラス兵ってどういうこと？意味がわからない。違うよローレライ、お化けだって。ありえない。多分
さかおしっこかけてないだろうな。狩りは終わった。うん、事件は解決だな。まあいいか、犯人を牢屋にはぶち込めない代わりにバケツにぶち込めるしね。5個くらいかな。じゃあ呪文はシンボルとかは。いやー、そこはポッドキャストで好きにやったら。ありがとね、ボルトハンター。じゃあまた。こうしてエスカトンローにかすかな正義の光が差した。でも光さす場所の影はさらに濃くなる。そこには何が潜んでいるのか、謎は深まるばかり。そう、まさにミステリアスリア。それでは皆さん、また次回。